それでは今日も元気に見て強くなるソフトテニス塾を始めていきましょう。トレーナーのマックスとコーチのウッチーとヨネックスの津田です。よろしくお願いします。今日のテーマは、はい、ボルトレイジシリーズ打ち込みです。僕が持ってるのが一番新作のボルトレイジ8シリーズになります。で、津田ちゃんが持ってるのが、はい、ボルトレイジの7シリーズです。7シリーズで、ウッチーが持ってるのがボルトレイジの5シリーズ。5シリーズ、今この3シリーズがあるんですよね、はい、ボルトレイジはこの3シリーズです。8が上級車用、7が中上級車用、5が中級車用、中級車用っていう風にちょっとレベル別に分かれていまして、実際にちょっとウッチーと僕で打ち比べてみて、どのようにですね違いがあるのかっていうのを検証していきたいと思いますので、ラケット結構悩んでる方、自分に合うラケットってどんなんだろうとか、新しいのが欲しいんだけどどれがいいのかなって悩んでる方は、ぜひこの動画を見て選んでみてください。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。ではですね、ウッチーとランダーをして打ち比べていきたいと思います。まずはボルトレージの 8V ですね、打っていきたいと思います。ガットはですね、参考までにお伝えしておくと、ヨネックスさんのデュオラッシュという新作ガットを28ポンドで貼ったものになります。こちらでちょっと打っていきたいと思います。それではですね、8S やっていきたいと思います。で、これがガット28ポンドの、ガットはですね S3 ですね、音がめちゃくちゃいいやつです。で、早速これでちょっと塾長とランダーしながら、どういった感じなのかをですね実際に試してみたいと思います。真ん中に当たった時の音はめっちゃいいです。すごい強くなります。なんか力抜いた時に逆に飛ばなすぎて、今のところは力の調整が分かってる。でも真ん中当たった時はスパーンとコントロールできるのと、単純にちょっと僕も実際に今自分が巻いてるグリップの厚さともちょっと違うので、まあ、感覚が違う部分はもちろんあるんですけど、これ僕結構好きです。この硬い感じすごい好きなので、今後もしかしたら紅レッドからこっちになってる可能性もあると思います。ガットも S ファングということで音がいいので、真ん中に当たった時はスパーンってですね綺麗にいい音が鳴るので、そこもやっぱり気持ちいいですよね。打つと気持ちいいので、なのでいいなーって今すごい好感触です。じゃあ次は7使ってみたいと思います。ちょっと変えてみたいと思います。 7V です、まあ、いつも使ってるやつですね。これと比較すると多分分かりやすいと思います。7V はですね、ガットが V スパークの28ポンド、この数は同じです。慣れてます、この感覚には。
今 7V 打ったんですけど、やっぱちょっといつも使ってるラケットっていうのがあって、打ちやすさは慣れてる感じはあります。打った感じちょっと 8V と 7V 比べてみると、こっちの方がやっぱり柔らかい感じします。飛びやすさはこっちの方があるかな。で、まあ、逆に多分飛びすぎちゃう人なんかはこっちの方が良かったりするのかなと思います。真ん中に当たった時の音とか感覚は 8V の方がいいですね。ただ 7V は若干ずれたとしてもいい感じに飛んでくれるし、まあ、反発力も高いんですけど柔らかさもあるんで、硬さと柔らかさと両方求めるんだったらやっぱり7中上級の方が合ってるのかなと思います。ちなみにこれガット S ファングだったんですけど、打ちやすいですね。やっぱ音がすごい気持ちいいです。なんかガットに少し乗る感じがあって、ただちょっと僕がいつも23ポンドでガット張ってるので、これが28ポンドということで、やっぱその分少し硬いなっていう感覚はあるんですが、ボール乗ってる感覚とかは普段から使ってるやつと一緒なので、ラケットのしなりとかは思い通りなので打ちやすいですね。で、8と比べた時にも簡単にボールが飛んでいくので、力を抜いて飛ばしたいなっていう時とかにはすごく向きます。リラックスしてもボール飛んでいくので、簡単に使えたら打ちたいなっていう時とかはやっぱこの7とかの方が今は僕はまだ使いやすいかなという感じですね。では次にですね、5シリーズやってみたいと思います。僕とウッチーが来ている見て強くなるソフトテニス塾のオリジナルブランドマークスの T シャツとパーカー、一緒に着てテニスをしてみませんか。詳細は番組下概要欄からチェックしてみてください。これがボルトレージの 5S ですね。次は初めて使うガット、ゲイル GALE ゲイルをちょっと使ってやってみたいと思います。次ね、ボルトレージの 5V で打っていきたいと思います。ガットがですね、ヨネックスのゲイルというガットになります。28ポンドです。打っていきたいと思います。楽に飛ぶかもしれはい、5V。 やっぱりですね、中級モデルということで飛びが一番いいです。打った感じも打球感そんなに手にそんなに強く感じないというか、打ってる感じが少し僕的には物足りないかなっていう感じはあるんですけど、力がなくてもボールは飛ばせるかなと思うんで、なんかそうですね、僕も最近テーマにしてるのが力まないでボール打つっていうのをテーマにしてるんですけど、そういう意味では慣れてきたら力入れなくても球は飛ぶんでいいのかなっていう感じはしました。はい、まあ、あとガットがちょっと全シリーズ違うっていうところが、少し比較として難しい部分なのかなとは思うんですけど、それぞれやっぱり上級モデル中級モデルっていうことで性能の違いっていうのを感じます。まあ、上級になればなるほど真ん中に当たらなきゃ飛ばないっていうのと、力をしっかり加えていかないと飛ばないなっていう感じはします。僕の今日の打った感じだと、まあ、7シリーズがやっぱりちょうど合ってるかなと、まあ、飛びすぎず飛ばなさすぎず、反発力もちょうどいい感じで、球の弾道も一番こうネットねスレスレに飛んでたので、まあ、実際打ってみて弾道だったりとか回転量だったりとか反発感どれぐらいの反発をするのか、もちろん打感なんかも大事だと思うんですけど、まあ、打った感じ気持ちいいけどあんまり球がいってないとかだとあれなんで、打った感覚よりも反発力だったりとか回転量だったりとか球の弾道に注目して選んでみるといいかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。めっちゃ飛びます。多分この人同じ28なんですけど、ファーって打ったらスパーン
でもこれ本当最初力ないなとかボールなんか全然飛ばないよっていう人は全然これから始めたらめっちゃボール飛ぶと思う。逆にだんだんラケットが触れてきたなとかっていう、こうボールが飛ぶなっていう時には数字上げていくっていうのは普通にありなんだなっていうのを今この豪雨って感じましたね。やっぱり数字高くなればなるほどラケットはフレームが硬くなっていくので、あのしなりが抑えられるんですよね。なのでその分だけボールがよく言うと飛びにくくなる。で、上手い選手は体が自然に使えているのでボールがいっぱい飛びやすくなっているので、飛びやすい中を抑えるんじゃなくて飛びにくいラケットでしっかり体を使ってあげることでコート内に収まるっていうですね、効果もあります。で、やっぱりシャフトが柔らかいとその分だけズレが大きいので、狙ったところにピンポイントに狙うっていう能力はやっぱり硬いラケットの方がいいので、なので体がしっかり使えてラケットの真ん中に当たるよっていう風になってきたら数字上げて硬くしていってピンポイントのコントロールを狙う。で、まだボールがそんなに飛ばないよと、で飛ばないしあんまコントロールピンポイントで狙うのは難しいよっていう場合であれば、こういう柔らかいやつを使って簡単にボールをポン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 飛ばしてあのコートに収めるっていうですね、やり方でやっていけばいいんじゃないかなと思います。で、これ初めて使ったゲイル、初めて使ったガットゲイル、これもすごく使いやすかったので、正直あの僕結構ガット大事だなと思ったんですけど、今いろんなガット打った結果あんま分かんなかったっていうのが正直なところだったんで、まあでもあのS ファングはすごい音が良かったのと、これはすごい食いつきが良くてボールが乗ってる感じがあったので、結構ボール掴みたいなっていう人はゲイル、ボールをパンって弾きたいなっていう場合は S ファングとか、今やってるデュオラッシュとかでもいいのかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。以上です。はい、皆さん打ち比べいかがでしたでしょうか。それでは最後にラケットのまとめをヨネクスの津田さん、よろしくお願いします。はい、ボルトレイジシリーズは弾きに特化したラケットになってまして、こっちのボルトレイジ5が最初中級者向けって言ったんですけど、ラケットが柔らかいので飛びやすく中級者向けになってます。で、7がちょっとそれより硬くなってて、8がより硬くなっているので上級者向けという風な形になります。シャフトの硬さが5が一番柔らかい、で7が真ん中ぐらいで、8が一番硬い感じ。5打った後、多分8打ったらすごいですよね。全然違う。5から8打つと飛ばなくなるし、8から5打つと飛びすぎちゃう。今日僕とウッチは8から打った、8、7、5の順で打ったんで、はい、飛ばない、そこそこ飛ぶ、めっちゃ飛ぶから5打った瞬間アウトします。後半になるにつれて力抜けていくっていう。そうですね。ある意味脱力で打ちたい人はやっぱ柔らかめの5とかがちょっと力入れちゃうむしろダメですね、うん、力入れると取れちゃう、アウトしちゃう感じはあっちゃうんで、はい、しっかり振りたい人はこっちがいいし、はい、まあ、真ん中ぐらいがいいかなって人はこれ7がいいかなと、まあ、実際打ってみないと分かんないところはあると思うんですけど、皆さんラケット選びの参考になればと思いますので、ぜひ、参考にして見てください。はい、見て強くなるソフトテニス塾では、ソフトテニスが上手くなるための最新情報をまとめて発信していますので、まだチャンネル登録してなかったよという方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それから今回の動画すごく参考になった、また見てみたいと思った方はいいねボタンもよろしくお願いします。皆さんの普段の悩みやこんなテーマでやってほしいというリクエストありましたら、 YouTube のコメント欄でお待ちしておりますので、どんどん書いてみてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。新時代のサーブ革命やっていきたいと思います。グリップの握り方は2通りあると考えてください。この状態で上半身を使ってボールを投げるというのが、サーブのポーズ、その後のセオリーについて考えていこうと思います。